事務所まで来ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。はあ、一人での取材いつまでたってもなれないな。アイドルらしい受け答えとか未だによくわからないし、何より今回もかなりの回数フヘヘと言ってしまった気がする。いつまでもフヘヘなんて笑い方してたらダメだな。もっと気をつけないと。はあ、なんだかアイドルが何なのかわからなくなってしまいました。今の自分が果たしてアイドルなのかも。そもそも自分なんかがアイドルを名乗っていいんだろうか。パスパレの活動を通してその答えが見つかるかもしれない、そう思ったのは事実だけど、さすがに進歩がなさすぎなのでは。自分はこのままでいいんだろうか。の連載？それもあのアイドルアイドルにですか？アイドルアイドルって超有名アイドル雑誌じゃないですか。どうして自分なんかが。専門誌でしたし、かなりマニアックな内容にしてしまった気がするんですが。そういうものですかね。自分の意思ですか。アイドル雑誌で連載となるとやっぱりアイドルらしい記事を書かなきゃいけないんだろうな。正直自信はないけど、せっかくオファーをしてもらえたんだし、こういうチャレンジの積み重ねでアイドルとしての自信を持てるようになるかもしれない。うん、きっとそうだ。何事もやってみなくては。自分は望んでもらえたのなら頑張りたいです。明後日ですか？いくらなんでも明後日までは無理ですよ。そんな無茶苦茶な。ちなみになんですが、コラムが書き上がらなかった場合はどうなるんでしょうか。グラビア1ページ丸々ですか。グラビアで2ページだなんて。ダメ、絶対にダメです。コラム頑張って間に合わせますから、それだけは勘弁してください。結局慌ててコラムを書き上げてしまった。自己紹介も兼ねた使用機材の紹介だなんて、いつも通りといえばそうだけど、アイドル雑誌にはふさわしくない内容だったんじゃ。問題は次だな。はあ、まやちゃんどうしたの。ため息なんかついて。そこはもう片付け終わってるよ。あやさんすみません、自分少し考え事をしてしまって。考え事？あ、もしかして次のコラムの内容とか。さっきスタッフさんから聞いたんだ、まやちゃんドルドルでコラムの連載始まるんだって。ドルドル。あ、アイドルアイドルのことですね。そうそう、
あのドルドルで連載だなんてすごいね。自分でも未だに信じられませんよ。どうして自分なんかにオファーをいただけたのか、本当もったいないお話すぎて。何何？またまやちゃんネガティブ発動してるの？ひなさん、私もスタッフさんから聞いたんだ。まやちゃんにって言ってきてくれたのは向こうなんだし、もっと自信持てばいいのに。それはそうなんですが、やっぱり自分には荷が重かったのかもしれないと思いまして。実際1本目はなんとか書き終えましたけど、2本目をどうするかで悩んでしまっていますし。どうするかって、内容をガラッと変えようとかそういうこと？どちらかというと変えるべきか否かですかね。1本目は締め切りがすごく近くてオタク全開な記事になってしまったので、次はしっかりと練った内容にしたいと思いまして。それでその改めて考えてみたら、アイドル雑誌にふさわしい内容というのが自分にはよくわからないというか。そんなの何でもいいんじゃないの？アイドルが書いてるってことに意味があるんだし、ふさわしい内容とかってあんまない気がするけどな。そう言われてしまうと元も子もない気が。アイドル雑誌のコラムか。私がよく見る雑誌にはおすすめの雑貨とか最近読んだ本の紹介とかが載ってるかな。そうですよね。でもそうすると自分の場合、自然と機材や楽器の話になってしまうんですよ。あ、そっか。でもそこがまやちゃんらしくていいと思うけどな。普段のまやちゃんがわかる記事になりそうだし、ぴったりの内容だと思うよ。本当にそうでしょうか。ん？まやちゃん？いえ、なんでもありません。アドバイスありがとうございます。次回の締め切りはしばらく先ですし、どんな内容がいいのかもう少し考えてみます。うん、私にも手伝えることがあったら遠慮なく言ってね。助けになれるかはわからないけどね。ひなちゃん。その気持ちだけで十分ですよ。お二人ともありがとうございます。やっぱりダメだ。すみません、イブさん、せっかくコラムの題材選びを手伝ってもらっているのに、ため息ばかりついてしまって。いいえ、気にしないでください。でも一体何がいけないんでしょう。私はどのコラムもとても素敵だと思います。特にこの新調した機材の話はまやさんの休日を垣間見ることができますし、楽しく読むことができたのですが。確かにコラムとしてはそこそこまとまりのあるものが書けていると思います。でもアイドルらしくはない気がするんですよ。アイドルを買った人たちに喜んでもらえる内容だとは思えないと言いますか。アイドルらしくないですか。はい、このコラムはそのなんだか違う気がするんです。機材の話をしていてもしていなくても何かが、そう、何かが違う。でも具体的に何なのかがわからない。その手がかりをなんとかつかまないと。結局一晩中考え込んでしまった。でもそのおかげで少し考えがまとまった気がする。まずはパスパレの皆さんと自分の行動を見比べてアイドルを学び直してみよう。それと不衛兵は厳禁。ダメな原因は極力なくしつつしっかりと学ぶ。これさえできればきっと。ネット配信限定スペシャル番組たのばら TV 第5回目は、私たちパステルパレットが楽しいバラエティ番組をお届けします。というわけで改めまして、司会は私、まんまるお山に彩りをパステルパレットのふわふわピンク担当、丸山あやです。あやちゃん、今
今度はちゃんと言えてよかったわね。リハの時なんて自分の名前まで噛んじゃってたもんね。うわ、バラさないでって言ったのに。そんなわけで今日も精一杯頑張るので、みんな最後まで楽しんでください。クイズにトークと内容も盛りだくさんです。なんと今回は特別に超難問の楽器や機材、ライブに関するクイズも用意されているとか。超難問か。でもまやちゃんならきっと余裕だよね。あ、いえ、決してそんなことは。あれ、いつもならどんな問題が出るんでしょうってもっとロンってしてるのに、どうしたの？そうですかじゃない。あん、変なまやちゃん。まあいっか。それじゃああやちゃん、早速最初のコーナーよろしく。うん、それじゃあ最初のコーナーは、次のコーナーは心理テストみたいね。何？あなたは小さな部屋に閉じ込められています。部屋の真ん中にはスイッチが一つ、押せば部屋から出られますが、出る方法は押すまでわかりません。あなたはスイッチを押しますか？また押すとしたら、押すまでにどれくらいの時間がかかるでしょうか？だってさ、なお、ボタンを押しても危険は絶対にありません。このことは事前にあなたに知らされているものとします、と書いてありますね。何が起こるかわからないスイッチですか。危険がないと書いてあるとはいえ、押すのは怖いですね。そうかな。危険なことがないならさっさと押しちゃえばよくない？ひなちゃんはすぐに押す派ということね。あやちゃんもすぐに押しそうね。なんでわかったの？あやちゃんは危険がないっていう説明を読む前に押しちゃいそうじゃない？押さないよ、多分だけど。全く説得力がないわね。私は多分いろいろな可能性を考えてから押すわ。危険がないとはいえ、警戒するに越したことはないでしょうし。確かにシミュレーションは大事ですね。私も少し考えてしまうかもしれません。ボタンを押して、もしも忍者が出てきたらしっかりと戦わねばなりませんから。忍者の襲来は十分危険なことだと思うのだけど。みんなそれぞれだけど、最後は押すってことだね。まやちゃんは？自分はどうなんでしょう。押すような押さないような、押したい気持ちはあるんですが、押せるかって聞かれると微妙なような。でも最終的にはどちらかを選ばなきゃいけないのよ。それはそうなんですが、決められないならとりあえずは押さない派ってことでいいんじゃない？それじゃあまやちゃんは押さない派ってことで、気になる結果はこちら。じゃん。今回の心理テストでわかるのはあなたの瞑想度です。瞑想度？ボタンを押せなかったあなたは瞑想以前の問題タイプ。そもそも瞑想とは何かとか考えちゃっていませんか？特にどっちにするか決められなかったあなたは要注意。チューブラリンな態度が大きな失敗を招くかも。私と千里さんは適度に悩み適度に迷う平均瞑想タイプ。地道な努力家だからこそ、頑張りすぎには気をつけてだそうです。なんだかコメントしづらい結果ね。それじゃあ最後は私とひなちゃんだね。すぐにボタンを押したあなたは瞑想度 100% ですが、自分で決断したことなので瞑想しているとは少しも思っていません。おまけに即決するパワーがあるので、結果的には無事ゴールにたどり着いてしまうことがほとんど。勢いが全ての
血管往来タイプです。だって。あやちゃんはそうだろうけど、私は違わない？違わないよ。チューブラリンか。終わった。みんな、今日もお疲れ様。あやさんもお疲れ様です。司会、とっても素敵でした。いつも以上に噛んでた気がするけどね。それは言わないでよ。次こそはしっかりやってみせるんだから。そうね、次があればいいんだけど。サトちゃんまで。それにしてもさ、さっきの心理テスト、あれすっごく面白かったよね。結果聞くとなんとなくわかる感じするし、他にもいろいろやってみたくない？納得できる結果でも、あっと驚く結果でも、どちらでも楽しめそうですね。そうそう、もちろん結果を全部信じるわけじゃないけどさ、一つの可能性として結構面白いと思うんだよね。確かに意外と当たってる部分もあるかもしれませんしね。チューブラリンか、確かに今の自分にはぴったりの結果かもしれないな。失敗しても前向きに続けるあやさん、自分のペースを貫いているひなさんとイブさん、そして常に周りを見て最適な対応をとっている千里さん、それに比べて自分は。まやちゃん、もしかして今日ずっと具合悪かった？あやちゃんもそう思う？実は私もずっと気になってたんだよね。いえ、そんなことは。そういえば収録中もどこか上の空とまではいかないけど、落ち着かない様子だったわよね。言葉に詰まることも多かったし、いつものまやちゃんらしくなかったわ。そうだよ、いつもなら絶対乗ってくる話もスルーしたりしてさ、借りてきた猫って感じだったよ。自覚がなくても体調を崩しているのかもしれません。大事をとって今日は早めに休んだ方がいいですよ。いや、その自分は一体何をしてるんだろう。勉強をし直すつもりで挑んでみたけど、結局分かったのは皆さんと比べて自分がダメなんだってことだけ。皆さんにも心配をかけて、オタクとしてもアイドルとしてもチューブラリン中途半端で。まやさん、あの、大丈夫ですか？あ、すみません。皆さんの言う通り少し調子が悪いのかもしれません。今日はお先に失礼しますね。それじゃあお疲れ様でした。お疲れ様。まやさん、大丈夫でしょうか？大丈夫じゃない？多分本当に具合が悪いわけじゃないんだろうし。でも明らかに様子がおかしいわ。ひなちゃん、もしかして何か知っているの？どうだろう。心当たりはあるけど、それが正解かは分かんないな。教えてひなちゃん、その心当たり。どうしよっかな。まあ、でもまあ口止めされてるわけじゃないし、いっか。あのね、まやちゃんは。アイドルか。自分にとってアイドルは、自分を貫いて輝き、その姿で人に勇気を与える存在。それなのに、どっちつかずな態度しか取れてない。このままじゃ自分は、アイドル、失格だ。自分がアイドルなのかが、わからない、ですか？そう、まやちゃんね、前に言ってたんだ。アイドルが何なのかわからない、自分がアイドルなのかどうかもって。もしかしたらそれからずっと一人で悩んでたのかも。それはパスパレで見つけていけばいいじゃんって話になったから
あんまり気にしてないのかなって思ってたけど、なんか違ったみたいだね。ずっと自信がないと思っていることは知っていたけど、まやちゃん、そんな風に思ってたんだ。私たちに何かできることってあるかな。残念ながらないでしょうね。そんな、私も力になりたいとは思うわ。だけど今は助言や手助けはしてはいけない時だと思うの。助言をしてしまえば、まやちゃんはきっとその期待に応えようとする。それじゃ今までと何も変わらないもの。確かにまやちゃんってそういうとこあるよね。ええ、だから今はただ見守りましょう。いざという時にまやちゃんの助けになれるように。そっか、うん、そうだね。千里ちゃんの言う通りだよ。何もできないのは悔しいけど、まやちゃんのためだもん。今はみんなでまやちゃんを見守っていよう。ええだね。イブちゃんどうしたの？なんか納得いかないって顔してるけど。いえ、あの、納得いかないというか、私、わからないんです。わからないって何が？そもそも、どうしてマヤさんは悩んでいるのでしょう。マヤさんは、パスパレになくてはならない存在です。演奏面はもちろん、無人島での撮影や普段のレッスンなどでも、豊富な知識や視野の広さで私たちを助けてくれていますし、スタッフさんやファンの皆さんにもそれは伝わっていると思うのですが、どうして悩んでしまうのでしょう。それは、これは憶測でしかないけれど、もしかしたらまやちゃんの理想はもっと高いところにあるんじゃないかしら。まやちゃん自身の理想に届いてないからできないって思い込んでる。そういうこともあると思うの。そしてその一因はきっと、私もそう思うな。まやちゃんああ見えてすっごく理想高いと思うんだよね。理想と比べてダメだって思い込んでるのかも。ならそれをまやさんに教えれば。ううん、それじゃダメだと思う。ダメ？どうしてダメなんですか？うまくは言えないんだけど、多分いきなり理想が高いからなんて言われてもまやちゃんは納得できないと思う。まやちゃん自身がそうなんだって思う準備ができてないとダメっていうか。心の準備ですか？あ、そうそう、心の準備。さすがあやちゃん。そういえばあやちゃんもそういうタイプだものね。確かにあやちゃんもまやちゃんも結構頑固だもんね。私のことはいいってば。とにかく今私たちにできることは、まやちゃんの心の準備ができるのを待つだけってことだよね、千里ちゃん。ええ、そうね。苦しいけれど、まやちゃんを信じて待ちましょう。はい。コラム、どうしようかな。チューブラリンでも引き受けた以上仕事はしっかりしなくちゃ。前回のコラムを読み返して、それから改めて読み返すと、ほんとマニアックな内容だな。ほとんど機材の話しかしてないや。それでも自己紹介と機材紹介をきっちり両立させて、自分なりに面白い記事を書けたと思う。これを面白いと思うってことは、つまり自分がオタクなんだってことなんだろうけど、いっそ開き直ってオタクを貫いちゃえばいいのかな。でもそれで誰かに勇気を与えられるのかな。はぁ、おはようございます、まやさん。なんだか浮かない顔をしていますね。おイブさん、おはようございます。すみません、朝からうなったりして。いいえ、
大丈夫です。でもその様子だと。はい、お恥ずかしながら相変わらずコラムの内容で悩んでいるんです。あれからさらに何本か書いてはみたんですけど、どうしてもアイドル雑誌にふさわしい内容だとは思えなくて。アイドル雑誌にふさわしい内容、自分なりにいろいろと考えてはみたんですが、なかなかうまくいかなくて。それどころか余計に。イブさん、自分はアイドルと名乗ってもいいんですかね。え？最近よく考えるんです。皆さんと比べて自分はすごく中途半端だなって。アイドルらしくしなきゃと思いながらも、1回目のコラムみたいにオタク全開になってしまったり、ふへへと笑ってしまったり。そんな中途半端な自分はアイドル失格なんじゃないか、アイドルだと名乗ってはいけないんじゃないかって。本当情けないですよね。あとすみません、なんだか暗い話をしてしまいました。マヤさん、一つ聞いてもいいでしょうか。ん、はい、何でしょう。どうしてアイドルはふへへと笑ってはいけないのでしょうか。え、実はずっと気になっていたんです。私にはどうしても理由がわからなくて。それはアイドルっぽくないからだと思いますけど。アイドルっぽくないですか。ではアイドルっぽいとは一体何なのでしょう。ふへへと笑わないのがアイドルなのでしょうか。いやいや、アイドルっていうのはそんな表面的なものではないと思います。アイドルっていうのはもっと揺るぎないもの、自分を貫いていてその姿で人に勇気を与える存在なんですよ。なるほど。ではマヤさんも立派なアイドルですね。それは、そう言ってもらえるのはすごく嬉しいです。でも自分にはそうとは思えないんです。だって自分はオタクで、その上オタクなんだって開き直ることもできなくて。それが分かってるのに行動できない中途半端な自分が誰かに勇気を与えてるだなんて、とてもじゃないけど思えません。そんなことありません。マヤさんは立派なアイドルです。でもどうしても実感できないんです。目に見える形のあるものが欲しいだなんてわがままだって分かってますけど。でも目に見えるものならここにあるよ。キーナさん、一体いつの間に。それにアヤさんと千里さんも。マヤちゃんがぼーっとしてて気づかなかっただけでしょ。それよりもマヤちゃん、はい、これ。これはマヤちゃん宛てのファンレターだよ。事務所じゃなくて編集部に届いた分なんだって。さっき預かってきたんだ。そうですか、ありがとうございます。でも今は。それ今読んでみて。え、言ったでしょ、目に見える証拠があるって。本当は口出しはしないようにしようと言っていたの。でも今のマヤちゃんにはこれが必要だと思って。自分に必要なもの。はじめまして、マヤちゃんがコラムを書くと聞いて初めてドルドルを買いました。実は私、マヤちゃんに憧れてドラムを始めたんです。だから内容が初心者におすすめの機材の話で、すごくすごく嬉しかったです。いつかマヤちゃんとセッションができるよう頑張りたいと思います。無人島特番からのマヤちゃんファンです。物知りで落ち着いてるマヤちゃんを尊敬してます。この前のドッキリも最高、またやってほしいです。これは、お正月のレポーターとか今回のコラムとか、新しいお仕事に挑戦するマヤちゃん、すっごく素敵です。いつも元気をもらってます。ふへへ。人に流されやすい私にとって、好きなものを好きって言えるマヤちゃんは憧れの存在です。これからも応援してます。マヤちゃん大好きね。マヤちゃんはもうずっと前からアイドルなんだよ。
アイドル、ずっと前から…あー、あやちゃんがまやちゃん泣かした。これは連帯責任ですよ、ひなさん。私たちもあやさんと気持ちは同じなんですから。ね、千里さん。ええ、イブちゃんの言う通りだわ。ずっと、ずっと自分がアイドルと名乗るのはおこがましいことなんだと思っていました。好きなことでついテンションが上がってしまったり、ふへへと笑ってしまったりする自分は、皆さんとは違ってキラキラしてないんだって、こんなのアイドルじゃない、アイドルって言ったらダメなんだって、そう思っていたんです。だから無理してアイドルらしく振る舞おうとしたりして、結局それもうまくいかなくて、でもそんな自分を見て、好きなものを好きだと言える人だと、そう言ってくれる人が、憧れだって言ってくれる人がいて、皆さんとは違ってもキラキラしてないこんな自分でもアイドルなんだって、そう思ってもいいんでしょうか。うん、いいよ。え、そんなあっさり。今さら確認するまでもないわ。当たり前のことだもの。私たち、まやちゃんにはお世話になってばっかりなんだよ。普段のレッスンやステージ、それから無人島の時とか、もうずっとずっと。そうです。だから自分はアイドルじゃないだなんて、そんなこと言わないでください。アスパレはまやさんがいないと成り立ちません。この言葉に嘘はありませんから。あ、当たり前ですか。そうですか。そっか、そんなこともわからなかったなんて、本当自分はまだまだですね。ねえ、パソコンってこれでいいのかな。うん、スタッフさんが全部セットしてくれたから、電源入れて再生ボタン押せば大丈夫だって。もう配信されているものだから、いつ見てもいいのよね。そろそろいいんじゃないかしら。はい。あれ、でもまゆさんがまだ。あ、すみません、今行きます。まやちゃん、ずっと隅っこでうなってたけど、また何か悩んでるの。はい、実はまたしてもコラムのことで悩んでいまして、次回はエフェクターについて書こうと思うんですが、おすすめが多くて選びきれなくて、用途別におすすめポイントが違いますし、全部クリアしようとすると当たり障りない内容になってしまって、一体どうしたものかと。なんだ、そんなことか。はい、そんなことってよかったです。そんなことって、二人して何ニヤニヤしてるんですか。別にね、イブちゃん。はい、私も別にです。もうひなちゃん、それにイブちゃんも、まやちゃんをからかうのはそれくらいにして、そろそろ見始めるから。そういえばこの動画、おまけコーナーを撮り直したって言ってたよね。ドルドルの宣伝動画になったって聞いたけど。え、そうなの。じゃああやちゃんのミャリアマアヤでーすは聞けないのか、残念だな。それは全然残念じゃないよ。あら、アヤちゃん、この動画おまけ部分の方じゃないかしら。お、本当だ。あ、ちょっと待ってて、今本編のページに飛ぶから。いいじゃんいいじゃん、このまま先におまけ見ちゃおうよ。でも始まりましたよ。楽しみです。おまけコーナー。動画を見てくださっている皆さん、こんにちは。パステルパレットの大和まやです。実は私、大和まや、先月号からこの雑誌アイドルアイドルにてコラムの連載が始まりました。初アイドル雑誌です。内容はいつも通りちょっとマニアックで、アイドルらしくないかもしれないんですが、その分
愛と情報はたっぷり込めてありますので興味がある方も今のところはないかもって方もぜひ一度読んでみてください。他にも今話題のアイドルグラビア特集やおすすめコーディネートなんかも載ってますので、もうぜひぜひ。以上、パステルパレットのドラム担当大和まやからの特別おまけ映像でした。あやさんの NG 映像もおまけにバッチリ入ってますからご安心ください。それではまた次回、お相手は大和まやでした。なんかまやちゃんの不平聞くの久しぶりな気がするな。私この笑い方してるまやちゃん好きだな。なんだかまやちゃんだって感じがして。私もそう思います。ふへへはまやさんの立派な個性ですね。ありがとうございます。自分はずっとアイドルというものを勝手に定義していたんだと思います。アイドルなのだからこうあらねばならない、こうでなければアイドルとは認められないと。そのせいで自分を見失って中途半端になったりして、でもそれは誰かにとってのアイドル像でしかない、自分らしい大和まやのアイドル像ではなかったんですよね。たとえオタクでも笑い方が不平のままでも、その姿で誰かに勇気を与えることができるなら無理に変わる必要なんてない。今は心からそう思えます。はい、まやさんはまやさんのままが一番素敵です。ありがとうございます。自分はまだまだ未熟者ですが精一杯努力を続けていきます。なので、その皆さん、これからもよろしくお願いします。こちらこそふつつか者ですがよろしくお願いします。これからも頼りにしてるわよ、まやちゃん。いいねいいね、なんかぬってする。私なんだか泣きそうかも。本当によかった。